今なら、ラーバワームで倒せる。いいよ、さらに。これ倒せるでしょ。よし、まずここから行こう。特に、今、サキュバスリング捨てたから、よし、もうラーバワーム無双で行く。アイテムピースしかないはずだから何も使わなくて OK。 よし、先に捨てたのがな、お前の負けだよ。完璧、ラーバーワーム作戦と。こんなにね、ワームがね強いことってないですよ、本当に。最もゴミカード、トレンチワーム、ラーバーワームは最もゴミカードとして知られているからね。先制を捨てるんだよな。これをちょっとなんとかしてほしい。エオさんもそっち行かないでよ。しかも置かないとか。まだレベル上がってないからいいけどさ。うわー、うぜー、これはうざい。これは素でうざいね。ラーバワームで、すごいやつ、変なアイテム出んな。ああ、またサキュリン出ちゃったよ。サキュリンはさすがに無理なんだよな。サキュリンは無理なんだが、よし、これやれた。レベル上げるか。普通に死んでしまうか。しまうのもったいないとするか、こいつの毒で減らすことを重要とするかだな。あ、違うな、ここラーバワームに交換か。そうだね、ラーバワームに交換が良かった。これ死ぬのはもったいないな。でも毒ダメ30は悪くないで、サキュバスリングを使わせたっつうのも悪くないんで、どっちもどっちだね。よし、ならいいとしよう。ヘイスト出るか。別に土地なんか置くわけじゃないんでしょ。ホリグレ使わせるとかならいいよ。どうかな。あー、先はスリング使われてんじゃん。それもいいだろう。でも死んで金払うのは悪いんじゃないの。あんまりよろしくない展開じゃないの。捨ててくれ。それだよな、捨てるのは。まだレベル上がってないのがいいが。うわー、その土地隣を取るかよ、うぜー。これはちょっとピンポイントスパルトイだな。このケトシもうぜー。ワゴルでも1尾だけよ。あれ、殺せるんじゃないの？無効化できないから。そうだよね。むしろリングを使った方が良かったか。こっちにするか、水にするか、風にするか悩むところだよ。交換してくるか。だってそこ踏むんだったら上げればよかったってことな。バックワード、あんま意味ないか。バックワード、ここ今トーチャー中だしな。でもまあゴールさせないっていう、金をあげないっていう意味では神地にバックワード。移動してあそこ取りたいのに取れないな。レオナイトでいけるだろう。そんなとこ上げてる場合じゃねえぞ。使えよな、ホリグレ使わせるんだ。出たバックワードフライ。さっきも決まったバックワードフライ。あ、でも待てよ、逆向きに一周したら結局一周できるから意味ねえじゃねえかよ。意味ねえ、踏みもしなかった。しかも別に損してないし得してるという。うわー、落ちない。そこは落ちないな、ちょっとやばいよ。
次エグザイル撃たれるな、確実だな。しかも何、圧倒的不利だね。次エグザイル撃たれるしな。エグザイル撃たれるからソウルハントとか、ソウルハントする価値があるような、価値があるわけでもない。あ、価値がある、違うか。破壊された時にお金が入る、どうなんだろうエグザイルは破壊という風には見なされないような。ここにラーバーワームは使いたくないが、ここもやっつけられないから、とりあえず置くはありか。ちょっと待って、ここは何だろう。ミュリンか、交換してきて何かありえるかな。難しい。ラーバーワーム、ラーバーワーム、ラーバーワーム、貫通、ここも貫通できないからね。もうあいつをやっつける術がない。レオナイトでもやっつけられないし、移動何回か繰り返し移動してもまあ無理だしな。とりあえず置いといて、ミュリンが隣をレベル上げするのを期待する。いやー、あれは無理だな。ちょっと踏む可能性高い。高し、楽しくねえよ。最高に入ってやつだぜって感じだな。うわー、これもたレベル上げする。いやー、かなりもう無理だな。さてと、踏ませることも無理だし、踏むこと可能性は高いし、交換してくるでしょう。しかしボジャに交換されたらちょっと無理だな。ちょっと無理だな。期待したんだけど、スペル持ってるのは主にこっちだからな。もう一回到着とか、これクリーチャーでレイスだね。レイス引け、レイス引け、レイス引け。おー、ラバームもいいよ。連続はラバーアーム作戦。ちょっとレモのクリーチャーがエグザイルに弱すぎるんだよな。置いてもいいし、あげてもいい、好きにしろ。遅延でもいい、守りきれるならいいさ。問題はそのシーボンズを超えられるかどうかっていうところの勝負にかかってる。うわー、右歩けない。いやー、どうするかな。まあやれたとしてワイパーンを上げて踏ませるしかないやな。お、次パラをハメになる。いいぞいいぞ。すべていいな、すべていいな。20増える。もう僕には関係ないな。すべていいぞ。到着。よし、超えられた。超えられたら超えるべき。そして地形変化。ここにかけるしかないな。もうナイトでもいいか。ナイトも死なない。レオなら死なない。そう。カウントとかさ、死なないでしょ。交換すんな、バーカ。レベル上げる。よし。ラバーワームは僕のもの。もうナイトあげる。ナイトあげる。ナイトあげて踏んでもらう。それしかない。フュージョン来たか。フュージョンでも耐えられるはず。グレアムとカウンター持ってるからね。わあ、ミュリン3残った。クソ野郎だな。うっ払ってくれたらって思ったのに。ハイチは金あるからな。ナイトあげるぞ。エコーいいよ。エコーあげて、エコーだな。その前にトーチャー一発また使うと。そんなに効かないな。もうまあミュリンに惜しかったな。もうちょいで売っ払わせることできたのに。それも強いが、ラーバーワームでやれるんじゃないのこれ。なんか持ってたけどさ、ハンなんか持ってた、持ってた。ちょっと待って。
だよ、ザ・ハント出てない、だアイテム出てないでしょ、アイテム出てないでしょう。だったらこれでやって隣もやってという方法でいこうか。やばいやばい、ここがやれなくなるな。いやそこは仕方ない、とりあえず落とすしかないね。あれが出てた、トライデントがあったから、トライデントがあったからちょっと使わなかったらやばかったという感じか。でこれでどんどん水と地に全部変えてもらうという方向で、はあ、次はあのイエティがやれれば、トライデントがあるのをちょっと、またラーバーも交換してナイトあげたかったな。でもいいじゃんいいじゃん、あでもエグザイル次やられるんか、そこ抜かれてもでも次移動すればいいだけだからよかった。次エグザイルやってくるでしょう、それかフライか、ティアリングハローしかない、今がチャンス、そこ抜かれても移動すればいいだけだから、レオナイスダイス、これ入らんかな、破壊された、ソーランド金は入らないか、やっぱそう簡単にはいかないですよね。フォック、毒もいいんだけどな、フォックもいい、フォック、あフォック一番いい場所があった、フォックここにかけるしかないでしょ、ここマントロレイス来い、レイスどうか、よしいいぞ、うわここはいいんだけどな、だけど後々交換でもいいよな、うん置くしかないよな、これ取れたんだから置くしかないよな、うん正宗いいのにな、正宗ならいけるかもしれないのに、よしそこやれやれんだからやれ、よしでもないとこ使ってしまうか、しかしでも連鎖が削れるから非常にいいよ、強いんじゃない、このそのレオナイト奪うよ僕は、よしレオナイト、いいねレオナイト、あれストームコーザーで全てをやっつけてやる、よし水の連鎖を削って最初の当初の狙い通りだね、あとあのイエティさえ全然連鎖が削れてないな、フォックは良かったね、そこでもフォックだからね、フォックだけど640あって倍の1280変わりないというか額面と一緒ということだ、邪魔しに来るか、違うか自分か、それ神神の土地を、おおハマった、いいよいいよ、これ微妙だけどすごいいいハマり、バックワードバックワード誰に、神神にバックワードしてもしょうがないか、まだまだ先だな、レベル上げしてエコーしたいのにレベル上げするところが2分、ここはさすがにやってらんないな、エコーする前提でいくと1連鎖は1、2、3、4、5、あんまり関係ないな、ちょっと使うこともないかないと、うわクリーチャーがないのか、つらいな、ダイスだ、超えろよ超えろよ、そっちから行くなよ、そっちから行くなよお前アホアホ、1が出たらどうすんだ、1が出たら、1が出たらどうすんだお前、どうすんだよ、でもこっちがこいつが1 1きた、いや死ぬ、死なないでしょ、80 40 80 50 40 50 90、よーしナイスグレアム、グレアムナイス、どうなんだどうなんだ、うわ10残った、セーフ、
よくやったナイスグレアム、カウンターでもよく、あガスガスでもいいけど、わレオさん様様、あとはレオがそこ1踏む可能性がある。あ待てよ、そこ売っ払ってくれるでしょう。さすがに3840は売っ払ってくれるでしょう。どうだ、売れ、よーしレオ、よくやったレオ。うわあ、イエティも売っ払った。レオナイトの力だぞ、これはすごい。僕はゴールすれば終わりじゃないか。よーし、レオ頑張った。まさに騎士道を進むナイトに身を委ねたレオ最強。よくやった。一回踏ませようかな。ここはちょっと一回バックワードをガミチに。僕はここを上げたいが落ちる可能性があるからやめておく。僕はゴールすれば、あでも800届かんか。レベル上げろ、レベル上げれば届く。レベル上げしろ、レベル上げしろ。それでもいい、それでも、ああちょっと届かんかな。なにうぜえ、そういうことしてくるか。バックワードミス、バックワードミス、そんなことがあるのか。お前でもまあフュージョン使ったからよかったとしよう。あえてもう一周しよう。ガミチンもやるじゃないか。しかしもう一回踏む可能性があるというのは忘れないでおく。そこ今僕はレベル上げしようとしてたのに、レベル上げしたら逆に死んでたってことか。よかった、バックワードミスだった。しまったな、どうしよう。さっさとフライして回るのがいいな。さっさとしねえし、こういう時は遅いんだよね。全然足りてない。キメラ持ちないような気がするな。レオがゴールしてくれれば安泰なんだ。よーし、ナイス、いい土地取った。よし、足速いぞ。僕のフライより足が速いレオ。このエリアは支配した。よし、8連鎖とかじゃん。うわー、イビル、ここで来る。もちろんナイト。しかしその隣にはずっと鳴りを潜めていた僕のガーゴさんがいる。お前ひどいだろそれは。ちょっとねえだろお前。おいおいおい、それはねえだろ。僕のバックワードミス、ひどい。これ1出して踏んだらどうなるの。これ1出して踏んだらどうなるの。ちょっと待てよ、ちょっと待ってくれよ。危ない、これ僕はやるしかないよな。クソが、クソが、なんか持ってたよね。これでやらないと話すな。おはや、お前本当にクソガミジンめ。クソガミジンめ、危ねえな。これクソイビルぴったりダイスとはクソガミジンやるな。これででもレオがゴールすれば、レオナイトを上げて終われ。そこは交換、やはり手にしておきたい。お父さんカードは手に持っておきたい。レオ、うわー、マジボーは大丈夫だ。マジボーで落ちるとこなんかねえぜ。あとはイエティを上げて、やつらにエグザイルとか変なものが出なければ終われるはず、終われるはず。金持っていくで、ね、1万5000奴らは遠い。いやー、レオのおかげだよ。絶対レイドだって、かっこいいな。バリア、今更バリア。ちょっと
これ主要なカードが出まくったんで、リバイバルで。さあどっかレベル上げ、ここレベル上げていいだろう。ほらよし、あとはレオゴールを駆け抜けるだけだ。手札も充実。よし、もうちょい、もうちょい、もうちょい。おは、いつでもレオ、レオナイトは自分の手に。よし、あと2歩、あと2歩。よし、折り暮れなら大丈夫。死亡で死ぬとこなんかねえだろう。ねえだろう。合わせ打ち。おっと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 、まだ50あるでしょ。よっしゃ。焦らせんな。全てが終わりそうだ。よかった。最後のシナリオだけが気になるところ。よし、変なカードは出ない。でも足が速いな。ドレオが2を出してくれるだけ。こっちもガス忘れた。よし、悪くない。いいよ、ここも上げてやる。ほら、これで負けはないだろう。どうだ。さあ、締めくくりだ。よーし。はあ、くっ、かなわなかったか。ハイジという山はどこまで巨大なのだ。だがもう迷いはしない。敗因は分かりきっているからな。すまないミュリン、お前に対する気遣いがまだまだ足りなかったようだ。最強のコンビとなるためには私はもっと努力せねば。ふふ、そうじゃないよガミジン、バカだね。なにバカだと。あ、私を気遣う必要なんかないんだ。これまで通り思い切り暴れてくれればいい。私はそれにしっかりついていくから。それが二人のやり方だったじゃないか。う、そうか、そうだな。私が浅はかだった。お前の助力を心から信じていればもっと攻撃に集中できていたはずだがな。はずだな。よし、我々は我々のやり方を極めていこう。そしてハイジ、いつか必ず貴様たちを超えてみせる。はは、はははは。ふう、破れてなおこの調子ということは完全に復活したようですな。ああ、ガミジン、ミーリン、俺たち三人はいつだって再挑戦を受けるぜ。お前たち二人で受けろ。そうよ、決して逃げたりしないから、またかかってきて。じゃあね。あ、ハイジ、待って。ありがとう。あんたにはまた世話になったね。それから、あんたと戦ってる時のガミジンは一番生き生きしてるんだ。だからいつまでも私たちのライバルでいておくれ。はい。喧嘩した二人の仲を仲直りさせるシナリオ終わりという感じですね。じゃじゃーん、最後危なかったが、まさかのフュージョンイビル、フュージョンイビルぴったりダイスに負けるところだった。あそこで1が出たらハイジン大逆転されていたよ。ということでレオのおかげで勝ちました。たまにはレオも役に立つな。おお、ドット F を獲得しました。これであの二人はもう大丈夫ね。ああ、よかった。それにしても、ハイジはすごいわ。最後は敵からも信頼されちゃうんだもん。そうだな。俺もセレナもそんな感じで気づいた時には仲間になっていた。そんなハイジだからこそ、あの二人に絆の大切さを解けたのだろう。ハイジ殿、これで一件落着に見えますが、実はまだ仕事が残っていますぞ。今度は敵として成長を続けるあの二人を止めねばなりません。向こうの信頼度は日に日に増すでしょうが、こちらも負けてはいられませんぞ。競い合いながら同盟戦の腕をどんどん上げていきましょう。同盟の練習マップということなんでしょうね。しかし、レベル6以降はストーリー、シナリオがないのでやりません。次は最後に残ったいよいよラストマップ、プロムスデル編、お楽しみに。ではまた。